小上根イ小上根イチ、小嶺根一、チ、1885年、明治18年9月25日から1944年、昭和19年3月31日は、日本の海軍軍人。海兵34機、海大15機。連合艦隊司令長官在職中に、海軍おつ事件にて殉職。最終階級は、元水海軍大将。 1885年、明治18年9月25日、佐賀県西松浦郡有田村、現、有田町泉山に生まれる。聖火は現存し、2018年現在、聖火前には2002年に記念碑が建立されている。佐賀中学校在学時には、聖優団と名付けた、交友団体に属していた。会員には、吉田前後、海兵32期や、 小説家の下村個人がおり、下村の二郎物語に登場する新神ネオは古賀である。1903年、明治36年12月17日、海軍兵学校34期に赤字195名中29番で入校。同期生に佐藤三郎、和田秀穂、住山徳太郎らがいる。1906年、明治39年11月19日、 175名中14番の成績で卒業。当時の帝国海軍の大勢を占めていた大官挙法主義論者ではあったものの、対英米条約協調派の一人であり、ロンドン海軍軍縮会議の際は、海軍省主席副官を務め、山梨勝之進、堀定吉、下村昭介などと共同して暗殺される覚悟で、条約締結に尽力。米内光馬 山本五十六、井上成美などとも親しく、井上は小賀のことを非常に物の判断の正しい人と高く評していた。また、山本や堀とは個人的にも親しかった。1937年昭和十二年十二月一日、軍令部次長。1939年昭和十四年十月二十一日、第二艦隊司令長官に親保される。 12月14日、君一等随放症。1941年、昭和16年9月1日、シナ方面艦隊司令長官に、親保される。12月、太平洋戦争開戦。1942年、昭和17年5月1日、海軍大将に侵任される。11月10日、横須賀陳府司令長官に、親保される。 1943年、昭和18年4月21日、前任の山本五十六大将の戦死に伴い、連合艦隊司令長官に親保される。25日、機関武蔵の在白するトラックに着任。第二航空戦隊航空参謀だった奥宮正岳少佐によれば、小川海軍士官の中では大柄な方で、どちらかといえば、言葉数の少ない提督であり、 軍令系統の人で、山本大将とは異なる意味で最適な人事に割れたが、航空部隊の指揮官としての経験がないことが気がかりであったという。連合艦隊司令長官に着任した小川、戦艦、今剛以下の護衛をつけ、戦艦、武蔵で、山本56の遺骨をトラック島から東京まで送り届けた。5月8日、トラック白地の連合艦隊司令部、機関、 武蔵での作戦会議で日本海軍の兵力は米海軍のそれの半量以下で昇賛は3分の1もない活路を乱すためにマーシャル・ギルバート方面で玉砕を覚悟で艦隊決戦を行うと訓示を行う11月ソロモン方面では路ゴ作戦を中部太平洋方面ではギルバートマーシャル諸島の戦いを指揮した小川 前任の山本五十六大将の異合作戦の、こっになら色合作戦を自ら発意して実行た。その結果、母艦航空兵力を消耗して、回復に時間が必要になり、前方海域決戦の思想が交代することになった。守りの姿勢に転換し、艦隊決戦を行うならば、離島守備隊も捨て石にするという玉砕かけての、千は城戦法を採用し、洋上戦では、 バルジック艦隊揚撃戦法によって敵の主力艦隊と艦隊決戦を行おうとする戦法を採用して新 Z 号作戦を策定した。パラオ大空襲1944年昭和19年3月30日から31日のさ中か、機関武蔵からパラオの陸上に移っていた連合艦隊司令部は急遽パラオからダバオに飛行艇で移動することとなった。しかし、 小川の登場していた飛行艇は途中で消息を絶ち、3月31日付で殉職と認定された海軍おつ事件。小川3月31日付で原水府に列せられ、同日付で十三位から正三位に異界を追掌された。また、同盟国ドイツから白羊騎士十字章が贈られた。墓所は東京都多摩霊園の名誉霊域にある。ここには小川と並んで、 東郷平八郎、山本五十六が葬られている。小賀の墓は、他の二人と比べて、質素で目立たない。小賀が戦死した時の連合艦大三傍聴であった、福留茂が、戦後になって、小賀の墓碑を立派なものに建て替えたい、と考えて、小賀宅を訪問したところ、応対した小賀の妻は福留に、小賀は、何の小柄一つ建てずあのような死を遂げたのですから、今の墓石で十分です。 個人もそう思っているのに違いありませんと述べた。また、小川戦士ではなく、殉職とされたために、靖国神社に合祀されていない。殉職後に、減水府に列せられたが、その時可視された、減水党と減水政党隊は、横須賀市田浦の海上自衛隊第20課学校資料室に展示されている。出身地である、佐賀県の有田町では、 1980年に道庁内の須山神社に慰霊碑が建立され、有田町出身在住の陶芸家で人間国宝に認定されている井上一万二が会長を務める検証会が慰霊祭を毎年挙行している。2018年5月12日に行われた第39回慰霊祭には佐賀県知事が出席し、海上自衛隊の儀仗隊が参加した。 生前の小画が,が、やはり、有田町出身の実業家で親しくしていた、江添孫衛門、東洋陶器、現、東東社長に宛てた手紙、1937年、昭和12年から1943年、昭和18年に書かれたものが、2019年6月に、江添の孫から井上1万人に託された。井上は、この手紙を機に、町内にある、 コガ原水の成果を記念館にして展示できたらと述べた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。